本日は勝利おめでとうございます。本日の試合の振り返りをお願いします。まあ、結構前半から攻めてるシーンが起きて、まあ、自分自身もチャンスが多かったんですけど、まあ、決めきれない展開が続いて、まあ、後半、まあ、結構時間経っちゃったんですけど、まあ、しっかり2点取れて、まあ、攻守において結構圧倒できたかなと思ってます。次回試合の意気込みをお願いします。まあ、次からノックアウトステージになって、まあ、負けたら終わりって中で緊張感も増すと思うけど、まあ、やっぱ自分は先頭としてチームを勝たせられるようなゴールを、まあ、自分が決められればいいかなと思ってます。次回も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。